はい、皆さんこんばんは、ボガジマジでございます。本日は2024年9月8日パキラの日でございます。今日は8日ということで、パキラを紹介したいと思っています。パキラというか、まあうちのパキラを紹介していきたいと思っております。で、今もうすでにカメラに収まっておりますけども、こちらですね、こちらの方が、去年の6月にダイソーで購入した、未商内で購入した、普通のパキラです。普通のパキラですよ。はい、ちょっとね、見ますね。はい、ちょっと近づきました。はい、これ普通のパキラですね。はい、で、去年の6月ということは、まあおおむね1ヶ月半経ったんですかね。で、この支柱があるじゃないですか、支柱がね。支柱が、これがね、今ね、150センチの支柱なので、あと、だいたい20センチですね。なので、この竹は、だいたい、この竹ですね。この辺の竹までで、130センチまで成長しています。で、こんなに、成長してるってことは、間延びしてるんじゃないかって思われるかもしれませんけども、ちょっと見せますけども、ここですよね。ここ、ここ、ここ。で、ここか。なので、決して間延びしてるわけじゃないです。で、明かりもですね、こういうふうに、眩しいほどの明かりを当ててますので、これは間延びしているわけではないんですよ。で、それでも、ダイソーさんなんですけれども、ね、ここまで成長するということは、よく、見て取れるんじゃないかなと思います。まあ私もね、ちょっとね、ちょっと侮ってましたね。ダイソー、本当にね、子猫がね、もうね、幼い頃から見てるんで、いつの間にかこんなに大きくなってるの、本当びっくりなんですよね。っていうぐらいの、びっくりさですね。で、このね、もともと、ダイソーさんのパキラに興味があったわけではないんですけども、この後に紹介するパキラミルキーウェイとの比較ということで、購入したものなんです。こちらですね。で、次はミルキーウェイを映させてもらいますけども、はい、ドン。ミルキーウェイ。ミルキーウェイね、下の葉っぱ見るとね、こうやって、ちょっと、斑が入ってるかな、ぐらいな感じで、まあ、もともと私はね、ミルキーウェイではなくて、フイリパキラと呼んでたんですよ。で、フイリパキラと呼んでたんですけども、まあ、最近になってこうですね。すごくないですか、これ。これはね、もうミルキーウェイと言っても過言ではないでしょう。いや。すごいです。こちらもちゃんとこれですよ。間延びしてるんじゃないですよ、これはね。しっかり枝が生えています。これも間延びしてるわけじゃないですからね。で、そうだね、この辺とか、まあ、すごいですよね。で、まあ、この辺とかね、ありますけども。で、これが、これもね、同じく150センチの棒なんですけども、10、20、30。これはマイナス30センチぐらいだから、1メーター20センチぐらいですかね、こちらはね。ダイソーさんより10センチほど小さめ、背が低いですけども、元気に育っております。これはね、こちらもね、久山植木で1.5号ポットに植えられていた、未生パキラ、未生のフイリパキラだったんですけども、およそ1年半ぐらいかかって、気がついたらこんなに大きくなってましたって感じですね。本当に気がついたらって感じですね。だからもう本当、ちょっと、かなり驚異的だなと思って感じておりますけども。ちょっと引きますか。下からずっと撮っとるの。はい、どうですかね。今下から、ちょっともう一回下から仰ぐように撮ってみましょうか。こんな感じですね。もうね、照明は結構ガンガンと焚いてますね。で、今は夏場なんでいいですけども、ちょっと冬場になると私のこの
部屋に窓がないので、窓枠はあるんですけども、ガラスが設置されてないので、あ、設置されてるのか。冬になるとね、スタイロフォームとか使って断熱するかなって感じですね。で、この子たちに使用している土なんですけども、もともとは、別の土で植えてあったものなんですけども、それをこのですね、はい。あ、動画にもしましたけども、関西フードという土に入れ替えました。鉢増ししました。で、これ、鉢の大きさは6号サイズですね。6号サイズの鉢に植えてあります。もう一回りぐらい大きくてもいいのかなと思ったんですけども、ちょっとずつっていうのがもう私の流儀なんで、まあ、これでいいかなと思っておりますけども。それと、今度ですね、キャスター買いましたね、この、はい。専用の台を買いました。ちょっと滝がね、もともとね、こういう台に置いていたんですけども、ちょっと滝が天井につくんで、とりあえず、延命しよう。延命というのは、ずっとずっと、もっともっと、高く育てようと思って、こうやってキャスター買って、置き場所を低くしましたね。うん。で、そうだな。あとは何かあったかな。ちょっとね、本当にね、喋る内容を、整理してなかったんで、いつも通り、何喋ったらいいのかわからないんですけども、結構、とにかく、その成長がすごいですよという話ですね。こっち側が、パキラミルキーウェイで、こっちは、パキラグラブラ。普通のパキラですね。素晴らしい。で、見てほしいのがこちら。はい、これも動画にあげましたね。フィリパキラではなくて、パキラアクアティカでございます。はい、これね、見てもらったような通り、パキラアクアティカでございます。で、これがパキラ本当にアクアティカなのかって思う方はいるかもしれないですけども、これ見てください。もう完全にパキラですよね。で、ちょっとね、こういう奇形な状態な葉っぱができてしまったんですけども、まあ、新しい新芽が生えてるということで大丈夫でしょう。で、こちら見てくださいね。空いている鉢が1、2、まあ、5個ほどあるんですけども、実はこちら。はい。これもパキラアクアティカなんですね。これもね、確か動画上げたような気もしますけども、パキラアクアティカです。はい。で、なかなかこうやってグラブラに、ミルキーウェイに、アクアティカって揃えてる方って少ないと思うんですけども、パキラアクアティカはね、本当に10年前に種が、配布されたぐらいで、それ以降は苗がちょろっと売れていたような気もします。売っていたような気もしますけども、今とてもね、入手困難なので、本当にパキラのアクアティカが入手できたっていうのは、まあ、貴重なことですよね。まあかなり本当に10年前ぐらいかなになるので、もう今現在もパキラアクアティカの種の入手が困難なので、ちょっとね、まあ、今欲しいと思うでもないものをねだりかなと思うんですけども、この幹がね大きくなって花が咲いて種が取れれば、まあ、私も配布はしたいと思ってるんですけども。で、これがね植えられているのはこちらです。水苔ですね。まあ前にもこの間も紹介したと思うんですけども、まあ水苔の中にこうやって根が張ってるって感じですね。でこれは瓶ですね。でこれは明日ねちょっと植え替えします。だからこれまたテープを引いてテープを巻いて、金槌、トンカチで割って、一本一本、植え付けていきたいと思います。まあ中がね、腐ってなければいいんですけどね。まあ多分大丈夫でしょう。うん。はい。で、アクアティカもこんな感じでね。こうか。よいしょ。こうだな。こんな感じでね、元気しております。本
当にね、でもね、ここの押し入れというか、物置部屋だったところがですね、こうやってパキラ部屋になったやつを、パキラの部屋になったということは、結構すごいなというか、まあある意味運命的だったなと思いますね。で、照明は、まあ、アリエクスプレスなんかで買われるといいと思うんですけども、こういう三灯照明、ちょっとね、わかりづらいんですけども、三灯照明とか四灯照明とかね、ありますけども、LED のね、植物育成用ランプですね、を、つけてますね。あ、で、タイマーはこうやって、スイッチコンセントを使ってますので、自動で、照射してますね。ちょっと簡単に、育て方の、私のやってる育て方の基本を言いますと、照明は、このね、3灯照明とか4灯照明とかを使います。で、タイマーで、朝の7時から夜の7時まで照射しています。で、ここはね、エアコンがない部屋なので、まあ、こうやって、風通しは良くしてあります。そして、はい、こちらもですね、紹介しましょうかね。扇風機はね、24時間つけてます。弱風でつけてます。弱風ですね。で、つけてます。首振りしてね、つけてますね。で、皆さんね、パキラ、葉っぱが茂ると蒸れるから切りましょうっていう育て方をされてる方いるかもしれないんですけども、一応ね、植物はね、扇風機で風を送れば蒸れることはないんで、そこまでね、気にする必要はないですね。まあまあまあ、逆に言ったら扇風機は欠かせないですね。私は自分の部屋も、ちょっと小さい植物にも、USB のね、小さい扇風機とかも当ててますね。で、あとは水やりに関してなんですけども、水やりはもうこれです。サスティ。もう完全にサスティ任せです。で、サスティを挿しているおかげで、こういう、ね、で、何が大事かというと、植物を育つには、明かり、温度、水やり、あとは風、その 4つのね、ポイントを押さえておれば、まあ大体うまく育つと思っております。で、他には、あとはまあ愛着を持って育てることですね。まあまあ、失敗はつきものですから、まあそれはしょうがないですけども、まあ肌感覚で、育てていって、たらいいのかなと思いますね。まあ、私ももう植物育てて長いので、まあまあ長いからといってパキラは本当に苦手な部類だったんですよ。なのでこれだけねよく育ってくれてるっていうのは本当に奇跡としか言いようがないんですけども、ちなみにこちらのパキラアクアティカなんですけども、これはね実はね10年どうだったかな、10年ぐらい前に美容室、行きつけの美容室さんに養子に出したものをこの間引き取った、引き取りに行ったんですね。ちょっとね手土産持って引き取りに行きました。どうしてもね私の方で大きくして花は咲かせるとかまでは考えてないですけど、大きくしたいなっていうのがあったんでちょっと引き取りに行きました。で、まあそうですね、これがねどう大きくなるかっていうのもちょっと楽しみですね。で、もう一応改めて引きますけども、はい、はい、で以上がですね、パキラアクアティカ、じゃあいいや、なんだっけ、9月8日8日のパキラの日の動画は終わります。なんかね、ここでね、きっぱりね、終わればいいんですけどね、ちょっとね、タイトルの付け方とか、投稿の仕方とか、ちょっと考えた方がいいなと思ってて、いいなとも思うんですけども、
なかなかね、整理がつかんで、それが難しいんですけども。どうしますかね。こうやってね、風を当てるとね、すごい喜ぶんですよ。で、この価格でこれだけの葉っぱが茂ってるっていうのはなんかすごくないですか？本当は縦でも写したいんですけども、縦にするとまたちょっとあれが変わっちゃうんであれなんで、こうですね。もっと引こうかな。これ全部パキラなんですね。で、パキラ2本でこのボリュームってかなり結構すごいことだと思うんで、まあ皆さんもうまく育てれればいいですよね。あ、ちなみにパキラミルキーウェイの方なんですけども、これ狭山植木さんで、6500円ぐらいで買いましたね、未生苗をですね。まあこれだけ大きくなってたらちょっと計算はできませんけども、はい。というわけで、またうだうだなりそうなので、今回の投稿はこれにて終わりにしたいと思います。また、明後日か。明後日、こちらですね、パキュラアクアティカをですね、植え替えしますので、また動画撮ってアップしますね。では、今回の動画はこれにて失礼します。ありがとうございます。